デスクトップ環境、デスクトップ環境、デスクトップ環境、またはデスクトップマネージャーは WIMP、ツールバー、ホルダー、背景画像、デスクトップウィジェットなどといったものから成りている。これはグラフィックディスプレイ等の画像を表示するシステムを持つコンピュータのグラフィカルユーザーインターフェース、GUI としてデスクトップメタファー、詳細は口実と呼ばれる。 タイプのインタラクションシステムが実現された環境であり、それを提供するコンピュータプログラム群を指すこともある。そのような用法は、UNIX ではコモンデスクトップエンバイロメント、CDE で広まった。Windows や Macs のようなプロプライエタリな OS のデスクトップ環境は、一般的に使用方法という観点から見て、変更をあまり受け付けないようになっている。また、それによって、 ユーザーエクスペリエンス、ユーザーエクスペリエンスのデザインを参照の一貫性を保証しているのである。特にブトロンでは表示の仕様や画面構成などを作法という名で規定し、原則としてこれにのっとり変更することを公式には認めていない。これらのオペレーティング環境であってもテーマ、スキン、GUI を変更したり、サードパーティーのソフトを使うことで画面を構成する要素、 アイコンやボタン、すなわちウィジェット、GUI の見た目やインターフェースモデルを変えたりすることはできる。Windows では Windows Explorer Shell を別のものと置き換えることで変更が可能となる。デスクトップ環境を提供するシステムにおいて、Window マネージャー及びそれと連携するウィジェットツールキットを使って書かれたアプリケーション群が一般にユーザーから見える大部分を構成する。 ウィンドウマネージャーは環境の対話的部分をサポートしツールキットは統一感のあるルックフィールを提供する一部のウィンドウシステムはその仮想にある OS やライブラリーへの直接的なインターフェースとなっているグラフィックスデバイスポインティングデバイスキーボードなどをサポートしているウィンドウマネージャーは一般にウィンドウシステムの上で動作する デスクトップメタファーで使われている統合されたコンセプトの集合のことである。メタファーの純粋さを守るよりも利便性を高めるのが重要であるため、デスクトップメタファーは実装によっては様々な拡張がなされている。そのため、ゴミ箱やファイルキャビネットがなぜか机の上に出現することになった。また、メニューバーやタスクバーといった機能は実世界の机とは、 対応していないな21世紀に入り、ファイルキャビネットや机のメタファーは重要性を失いつつある。特に記憶容量が巨大化したため、フォルダーのメタファーではファイルを探したり管理したりするのが難になってきた。そのため、ユーザーがシステムのファイルシステムに固くされた概念をそのまま使用するのではなく、特定の必要性に応じて文章を組織する手法が登場しつつある。 スマートフォルダと呼ばれる機能はユーザーが重要と考える検索基準に従ったファイル検索を可能にしている。Vis はデスクトップメタファーを他よりも厳密に適用している。世界初のデスクトップ環境は1973年製造のアルトや1976年製造の過半式 PC 試作機の向けにゼロックスのパロアルト研究所で アラン・ケーラが1970年代に開発した暫定ダイナブック環境である。アルトやノーテイカーはこれらを安価に販売することを嫌ったゼロックス上層部の決定で製品化されることはなかったが、アルトの後継機であるゼロックス8010開発コードダンデライオンにサルトックと別の GUI ベースの OS を搭載したオフィスコンピューターワークステーションゼロックス,スターとして 改めて製品化された。なお、スモーアルトックも OS としてではなかったが、開発環境付きの言語処理系のスモーアルトックマイナス80として商品化されている。デスクトップ環境を有する一般に販売されたコンピューターとしては、これがである。アップルは、1979年当時、開発中だった、ケイラの暫定ダイナブックから、オーバーラップマルチウィンドウやメニュー。 コピーペースト操作等の主要な GUI 要素や作法を、また製品化後のスターからアイコンベースのファイラーを模倣し、これらに独自のアレンジを加えたリザを同じくオフィス向けの製品としてリリースした。しかしゼロックス等が専用機を販売していたスモアルトックを含めスター、リザのいずれも効果であったためデスクトップ環境の 利便性を広く世に知らしめるほどの普及には至らなかった。今日、多くの OS にデスクトップ環境として実装されているデスクトップメタファーを最初に広く一般に知らしめたコンピュータは Apple のマッキントッシュ1 9 8 4年であり実際に広く使われるようになったのは1995年にマイクロソフトがリリースした Windows95 からである。 2018年現在、最も広く使われているデスクトップ環境は Windows 7や Windows 10のもので、それらに次いで Max のデスクトップ環境がある。Max を搭載した m a c ン i n t o s h を除けば、Linux などの UnixKOS をパーソナルコンピュータ上で使用する割合は、まだ低いが、XWindow s システムを搭載した安価な LinuxBook の市場シェアが伸びており、 そういったマシンで x 十一ベースのデスクトップ環境がサポートされている。XWindow システムを使用するシステム、だいたい Unix 系に同じではデスクトップ環境はより柔軟である。これは X がポリシーではなく機構を提供する。特にユーザーインターフェースについてはという原則に基づいて設計されているためデスクトップ環境の構成要素が ウィンドウシステムとは全く別に提供されているためである。CDE や GNOME や KDE といった X のデスクトップ環境は、ユーティリティライブラリー、XT やグリブ等、GUI ライブラリー、ウィジェットツールキット、ゾアや、モチーフや、GTK プラスや、QT 等といったインフラとなるライブラリー、ウィンドウマネージャー、TWM や,や、MWM や、 またして役員等などのシステムユーティリティ、ファイルマネージャー、ファイルやコンクラー、ドルフィン等や管理ツールなどの基本的なアプリケーション、スキンなどから構成される。これら個々のモジュールは個別に変更したり設定したりすることができ、ユニークな組み合わせを作ることができるが、多くのデスクトップ環境ではデフォルトの設定があるので、それを使うことができる。またそういった フルスタックのデスクトップ環境とは別に、アイスワム、フラックスバックス、ウィンドウメーカーといった、ウィンドウマネージャーは単純なデスクトップ環境といえる、機能を備えている。イブルフォアムやなどのように、そういった機能のないウィンドウマネージャーもある。X 上の初期のデスクトップ環境として、CDE があるが、これはプロプライエタリな製品であったため、コストやライセンスの問題があって、 Linux などには普及しなかった。1996年には KDE、1997年には GNOME が登場。1997年に始まったザフスはそれらより小さいプロジェクトであり、性能とモジュール性向上に集中したもので、2006年に始まったクスドも同様である。2012年現在、GNOME と KDE が主流であり、 Linux ディストリビューションの多くがデフォルトでどちらかをインストールする。これらには次のような特徴がある。2000年代初め、KDE と GNOME が円熟期に達した。その後もそれぞれが新たな向上のためのプロジェクトを推進した KDE はアピール、GNOME はトッパス。どちらも目標は似たようなものだが、採用した人間工学的手法は異なる。 KDE はアプリケーションの連携と総合運用の強化を推進しており、懸命なデフォルトを設定しようと試みつつ、高度にカスタマイズ可能で非常に複雑な機能を多く含んでいる。一方 GNOME はより規範的で必須なタスクの細かい詳細に集中し、全体としては単純化しようとしている。結果として、それぞれが異なるユーザー層と開発コミュニティを引きつけている。 技術的には多数の技術がすべての Linux デスクトップ環境で共通している。最も明らかなものは XWindow システムである。また、努力の重複を減らす非公式な協力ゾーンとして FREEDESKTOP.org が生まれた。GNOME と KDE は高性能なコンピュータを主な対象としているため、 低性能な古いシステム向けには別のデスクトップ環境が使われる。そのような軽量デスクトップ環境として XEDO と ZAFS がある。どちらも GNOME と同じ GTK ツールキットを採用している。KDE と同じ QT テクノロジーをベースにした軽量デスクトップ間としては LXQT がある。UNIX 系での主要な7種類のデスクトップ環境の デフォルト構成の比較表を以下に示す。他にも様々なデスクトップ環境がある。例えば、ジェム、ジェスコタップなどがある。また、WindowManager FVWM の強力なコンフィギュレーションツールであるは、デスクトップ環境のコンストラクションキットとも言うべきものである。単独で機能することを意図して設計された XWindowManager は、 典型的なデスクトップ環境の要素を多く、備えており、顕著な例として、インライトゥメントがある。他にも、オパンバックス、フラックスバックス、FVWM、ウィンドウメーカーなどがあり、特に最後の二つは、ネクストステップ GUI のルックフィールを採用している。ミカウスの当初のデスクトップ環境から発展していった。スケローズ、モーホースのデスクトップ。 アロスのデスクトップなどがある。モアミーガ UI と似た機能を持っている。ワーアミーガ上の単なるファイルマネージャーだったが、最終的にデスクトップ環境ディレクトリオーパスマゼランに発展した。IBM OS に、またはイコンションでは、ワークプレイスシェルというデスクトップ環境が動作する。バンプトッププロジェクトは、実験的デスクトップ環境を構築するプロジェクトで、ある。 より実世界に近い 3D 実装を目標とし、例えば文章を仮想で少ないで自由に操作できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。